では改めまして、私の講談社の国兼と申します。前山仁さんをご紹介あたらさせていただきます。前山さん、どうぞ一言。こんばんは、前山です、よろしくお願いします。もう1年半2年近くなってきたんですね。そうですね。いつも全の方に来ていただきましてありがとうございます。今日は私が一番不平気な経済の話なので、多分滑ると思いますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のテーマは、アベノミクスです。ハゲタカの目線でアベノミクスの正体を見抜けというタイトルは私つけさせていただいたんですが、来ても私手を挙げたんですけども、ちょっと経済の話というのは難しくならなったりしがちですので、そうならないようにしようと、ど素人である私が、前山さんに素朴なことを聞いていくということで進めてまいりますので、皆さんにとって決まっておりましたら、本当にね、こいつ何この子供みたいな、なんていうかな、そういうこと聞いてるんだろうみたいなことを質問いたしますが、それはあえてやっておりますので、ご容赦ください。ちょっと雰囲気ちょっと飲まれておりますけどね、今日はね、頑張ります。よろしくお願いします。はい、では、一つ目ぐらい、これちょっと家畜にちょっと持ってもらおうかな、やっぱりこれ、いきなりですいません、いきなりです、この紙を見せながらやってまいります。今日のテーマはアベノミクス。ではそもそも、アベノミクスとは何か、という話から入ってまいります。要するに安倍政権の経済政策のことでありますが、皆さんに見えるようにしてくださいね。一言で言いますと、アベノミクスとはデフレからの脱却であると、ズバリ言うとこうであると。ではデフレとは一体何なのでしょうかという話をちょっと最初からいこうと思います。デフレとはどんな現象を言うのでしょうか。先ほどのご挨拶は本当に、冗談ではなくて本当経済苦手で、簡単に今日は常に言い続けようと思います。それは私の頭の中の構造なんですが、デフレというのはですね、物よりお金の価値が高いというふうに教科書に出てるんですが、分かりにくいんで簡単に言うと、例えばこれが100円だったものがですね、100円では売れないんで、売れるまでどんどん値段を下げていきましょうと。なるほど。それによって、つまりもともと100円でつけてたものが100円で売れなくなってきたことによって、これ80円で売るとなると、物の価値よりお金の価値が高くなるというような、ことを指します。ただ、それだとあまりにも簡単すぎて、じゃあ80円で買えるんだったらいいじゃないかってずっと言われてきたんですが、80円でしか売れなくなると、これを作った人の給料もおのずとデフレされていくところが実は非常に問題で、だんだん財布の中が実は寂しくなっていくっていうのが長い間続いてきてしまったことが、今の経済を停滞しているというのが一般的な、デフレはダメだという、言い方になっています。つまり物の値段が下がり、物の値段が下がることは安くていいものが買えるからいいじゃないかというふうにやっていたら、その売っている人、作っている人の売り上げが減ってきて、雇用給料もどんどん下がっていくと、しまい、ここまで一緒に行っちゃダメなんですかね。そのしまいには製造業の製造基地は海外に行くわ、いろんなことが現象が起きてくる、なんですかね。いいですか、もうちょっと簡単に言うと、多分物にはですね、それぞれ正当なバランスの良い価値がありますよね。中学校ぐらいの社会科の時間に習った需要と供給で、いろんなコストを考えて会社の利益も考えてつく値段というのは、本来これぐらい成熟した先進国だと、適正価格だろうと言われています。1000円ぐらいとか。そうですね、1000円ぐらいとか。ところが1000円で売れないんで値段を下げていくわけです。で、例えば、バーゲンとかで下げていくのは、あれは逆に言うと古いものがどんどんあって、それを回収して処理することを考えるなら売ってしまえっていうのがあるので意味としていいんです。ところが、これが最初からそうやって値段を下げていくようになると、
本来さっき言ったように、これ例えば100円だったものを80円で売るってことは、この20円はどっかに幸せが出てくるようになっていくわけですよね。でそれが実は良くないことだ。だってまあ一番あのデフレで話題になったのは牛丼の値段ですね。はい、牛丼ってずっと400円ぐらいですよね。でしたね。350円になった時でも大騒ぎになったのが、はい、200円台の勝負をし始めた時に、そうすると一つあるのは、まあ最近はよくありましたけど、安全なのかっていうところも出てくる。つまりなんでこんな安いものが出てくるんだ。あともう一つ、あのお弁当の値段がどんどん下がってますよね。あの平日のリベンジ安いところありますね。12時前ぐらいになるとオフィス街だとこうどんどん屋台のお弁当屋さんみたいに出てきて、で最初500円ぐらいだったのが本当やっぱり200円台とかになってきて、でちゃんとした幕の内だったりしますよね。やっぱりこれを見てるときに今2つ考え方があって、はい、そもそもこれを700円で売ってたのは暴利をむさぼっていたのかという考え方と、その気になって確かに280円で売れるのかもしれないけど、じゃあこの差の320円じゃない420円ってどこ行ったんだというのが実はポイントで、さっきも言いましたけど、暴利をむさぼっているようなその経済がまだ不安定な国であれば暴利をむさぼったこともあり得るんですけども、これだけ経済的に先進国になって価格というのが常にもう適正値に近いところでついている国で、どんどん値段が下がるということは全部に幸せが来ていると。それは多分一番来ているのは人件費であり、まあ、食材、例えばまあひどい話ですけど、捨てるものを使ってたりっていう安全性にも出てくる。つまり品質はどんするということがどんどん来ているので、それがどうもこの国にはダメなんじゃないかという風潮が、このやっぱり何年か、まあ、民主政権ぐらいから特に言われてきたことが、だからデフレは悪だというふうに言われるようになってきたんだと思います。あのデフレにあ の反対はインフレですよね。はい、でインフレというのは、物の値段が上がっていく、はい、で所得も上がっていく、つまり成長していく、そうですね、というふうに言ってよろしいでしょうか。ちょっと違うと思うんですが、今安倍さんはそう言ってます。安倍政権はそう言ってます。つまり、これも社会科の中で勉強したインフレっていうのは、2つの意味があって、景気が良くなるとインフレになると。景気が良くなるってどういうことかっていうと、みんながお金をどんどん使うようになると。例えば、まあ、これが非常にヒット商品でですね、限定100個だと、で欲しい人が300人いると。そしたらこれ多分オークションでしたら100円が150円で売れるかもしれない。それでも買うようになっていくのが景気良くなる。お金がどんどん動いていって、しかも適正値よりも高い値段で買う人も出てくるようになると、じゃあ最初から150円で売りましょうかっていうようなことが、まあ、起きないんですけどね、このことは。っていうようなことになっていくのをインフレ、これインフレになってるんですけども、それを景気がいいっていうふうに言うのはこれ結果としての話なんです。でもう一つ社会科の中で勉強したのは、例えば第一次世界大戦が終わった後のドイツとかでですね、ハイパーインフレ、ものすごいインフレが起きた時に、あれを誰もこう景気が良くなったって言わなかった。どうしてかというと、物が足りなかったからです。物が足りないこと時もインフレが起きるんです。だから、インフレはグッドだっていうのは、実は非常に危ない発想ではあると思います。物の値段が、まあ、鶏と卵ですよね。お金持ち、みんながお金持ちになってくると、お金をたくさん出すようになるから、物の値段も、まあ、上がっていくそうです。土地も上がったり、株も上がるかもしれない。そうするとまた売り上げがアップして、給料もちょっと上がって、でなんかこうみんなこうちょっとお金持ちの循環になっていくみたいな、そういうイメージ的にはそれは間違いないんですかね。結果を追いかけていくとそういうイメージです、ね。ただし作るときは違いますけど、ね、なるほど。そのアベノミクスではデフレからの脱却である。つまりデフレから脱却するために乱暴に言うと、まあ人為的にインフレを起こすということですね。基本政策、1、皆さんこう見ないと1というので気をつけてくださいね。物価を 2% 上昇させる。で2、お金の量を2倍にする。これよく言われてますね、皆さんね。つまり具体的にはですね、今年の年末までに、200兆円、来年の年末は270兆円にする。これはお金の量を倍にするということ
ですね。はい、あの私も怪しくなってきてるんですけど、はい、どういうことかというと、はい、別にこう輪転機をバンバン回してですね、まあ一時は金をする、金をするって言ってましたけど、まあ、似たような意味なんですけど、どういうことかというと、そのいわゆる市場に動くお金が動いているお金をどんどん増やしましょうと。でそれは何かというと、貯めないで使いましょうっていうんですね。でじゃあそれは個人の貯金を使えという意味でもあるんですけど、それだとそう簡単にいかないので、本来国が持っているものをどんどんお金として外に出していきましょうっていうことを意味するんだと思います。すみません、間違ってたら私が悪いんで申し訳ないです。そしてさらに円安ユーロ、はい、行き過ぎた円高を是正する、これも皆さんもなんかこう見てますね。それで僕なんか思ったんですけど、僕は円高、海外に行くとね、物安く買えるし、やっぱり円高っていうのが実はいいんじゃないか、すぐ日本はこう企業単位で物を言うから円高になると供給が危機だって言うけれども、市民の生活には円高の方がいいんじゃないかなと思ってたんですけども、やっぱりその、まあ、80円なり90円なり100円になってくると、やっぱりなんか企業は一息感ついていくところがあって、日本の社会的にはやっぱり円安を、まあ、行き過ぎた円高はやっぱりしんどいんだなと、円安の方が良かったんだなみたいなふうに思ったという印象がありますね。国内のことを考えると円安はいいことではないと思います。ただその逆に円安がなんで良かったかと言われると、日本はその外貨を、安い原料を買って高い製品にして売って稼いできているわけです。日本の国力っていうのは、実際第二産業っていうのは実は労働人口的には2割ぐらいしかいませんけども、現実問題としては非常にそこが物を作って海外に売ってたわけです。自動車であり家電であり、まあ、いろんなものをその輸出していた。だから日本は貿易黒字国だったんですよ。貿易黒字っていうのは何かというと、輸入より輸出の額が多いということですから、それは安いものを原料を入れて高いものとして売ってたんです。そうすると、円高になっていると結局円の力が強いですから、例えばその100万円の車を、売るときにですね、円高になればなるほど向こうにそのなんていうのか、まあ分かりやすく言うと、まあ100万円を100万ドルとしましょう、1万ドルとしましょう、やっこしないから、はいはいはい、でそれが例えば、円高になればなるほど1万ドルが1万何百ドルかと1万1000ドルとかになっていくわけですよね。でそうすると高いなってなる。円安になるとその価値が下がるので9800ドルで買えるかもしれないみたいになっていく。で結局はその輸出産品に関しては円安になればなるほど競争力がつくわけですね。だからまあトリックじゃ、さっきから言ってますけど、100円のものが全く企業努力をしないで突然80円になることが起きるわけです。つまり、円が1ドル、80円だったものが80円だったものが100円になれば、まあ、ちょっと違いますけどそういう感覚になる。だから、いいことだと言うんですが、逆に、日本から海外から輸入しているものに関しては円安非常にダメージが大きいので、まあ、その一番いい例がエネルギーですね。で、まあ、なんかいつもここで話すと必ず原発の話をしてしまうんですけど、はい、原発が止まっていることがある意味で円安には非常にマイナスなんです。それはなぜかというと、原発止めている分だけ燃料を全部輸入してしまいますから、すでに円高の時期からですね、数十兆円ぐらい貿易赤字が増えていく、まあ、数十兆という多分毎月広い時は1ヶ月で何十兆という赤字になっていた。でそれは何かというと、石油や天然ガスをどんどん普段以上にやっぱり輸入してそれで発電しなきゃいけなくなってるからなんですよね。でそれもさっき言ったところの逆の話ですよね。今までなら例えば100円で買えたものがもっとたくさん払わないと同じ量を買えなくなってきてる。で、ご存知のように電気料金が上がってきてますよね。で今これ個人を中心に上げてきてるんですけど、これだけ円安になってくると企業の電気代も上げなきゃいけなくなってくると、実は電気代が上がると途端に製品に影響が出てくるんですよ。やっぱり値段でものすごい勝負してるん でとかですね。あと、これの地方に行った時にイカ釣り船がですね、最近お休みが多い。なんでかっていうと、ガソリン代の元が取れないんで、2日2回は休むんだよね。つまりそれはガソリン代が高くなるからです。で結局実は最初のうちアベノミクスはいいことだけをマスコミも一緒になって、お祭り騒ぎをした。これ後で多分
アベノミクスの話も出てくると思いますけど、そういう意味でいい面もあるんですけど、経済は残念ですけど、誰かが儲ければ必ず誰かがあの辛い目に遭うということが実は日本の国内でも起きていて、国内の生活からすると円安は必ずしもいいわけではないです。なるほど。アベノミクスの基本、まあもうこれだけじゃないんですよ、本当簡単に言うとこの3つの基本政策ですね。で、安倍政権ができる前後ぐらいから株価が上がったりとかして、いやひょっとしたらやっぱり日本もついにそこを打ったのかな、でも本当かな、本当に大丈夫、信じていいのかなっていうのが皆さんの、気持ちなんじゃないのかなというふうに思っているんですね。で、アベノミクスを心配する、声として象徴的な、心配があります。よく聞かれる心配です。まず不安1、ハイパーすごいインフレが起こるんじゃないか、安倍政権は 2% ぐらいの緩やかな消費物価の上昇ということを言ってるけど、そんなにコントロールできるんかいと、すぐハイパーインフレになるんじゃないかという恐れがあるんですが、これはに対してですね、安倍政権はそんな起こらないと言っております。これはなぜかというとですね、調整するという、調整されるというか、すみませんちょっとというんですが、前はこれ大丈夫ですかね。ハイパーインフレが起きない保証は全くないと思います。ただし、近年にも例えばロシアとかブラジルとかメキシコですごいハイパーインフレが起きているんですね。ただ、やっぱりちょっとその国のレベルと経済力が違うので確率的には高くはないと思います。ただしその 2% のインフレを仕掛けようとして、今現実なかなかそのインフレが上がらなくなってきた時に、こうどんどんインフレになる方法ってあるんですよね。まあそれこそ最後はお金するみたいな、物を減らすとか ね、でそうなってくると、そのほどほどの塩梅がですね分からなくなってきた時に止まらなくなる可能性はある。でそもそもハイパーインフレって、打測で言うと、さっきちょっと、第一次世界大戦後のドイツの話をしましたけど、例えば今日の晩ご飯を買いに行くときにリヤカーいっぱいのマルクを積んでいかないとご飯が買えなくなるような時代があった。で、最近では、ロシアで国債の破綻が起きたときはやっぱりものすごいインフレになって、朝の値段と夜の値段が100倍とかってことになってくることもある。でロシアは旧ソ連ですから、ソ連ではかなりの経済大国だったんですけど、調整を見するとそのインフレっていうのは止まらなくなる危険があるので、そのリフレっていうんですけど、そのデフレをやめてインフレにすること、基本的には禁じ手だというふうに言う人の方が多いみたいですね。要するにこう物の値段が下がるところが今でもありますよね。この国によってはそのものをもう札束を持っていかないとハンバーガー買えないみたいな、日本じゃなくてこんな分厚いお札持ってても紙かもボロボロになったお金で、ジンバブエとかそうだよね、100万なんとかで、やっと100円ぐらいみたいな、日本もそうなっちゃうんじゃないか、この可能性はゼロではない、ゼロではないと、ですね。不安2、円安が止まらない。もう気がつけば100円、120円越して150円、もっといっちゃうんじゃないかって。これは結構ね、日本は早朝円安になるっていう人いますよね。だから、これも新聞とか見てると、その適正価格がエコノミストで幅がありますよね。はい、だからそれはそのウェイトをどこに置くかで、一層もっと増やそうとする人は、もっともっと円安になればいいと思ってますし、さっき燃料の話しましたけど、こんなのでいいのかって思う人にとっては、止めなきゃいけないんですけど、これも同じことで、案外って分からないのは、もう巨大なお金を動かさないと、その外国の為替って動かないので、それをそのほどほどこの辺でいいのかなって思ってる間に、他の力がその起きてきて、そのうまくいかない。で、これは、一例ですけど、昔じゃない、90年代の終わり頃にですね、ジョージ・ソロスって言いますよね。ヘッジファンドの、カリスマと言われている人です、はい、彼は実は、イギリスのポンドの価値が高すぎると、で空売りをかけたんですね。つまりイギリス中央銀行を相手に
人の個人が、挑んで勝ったんです。で実は今結果的に実はソロスのおかげでイギリスはずっとポンドのままなんですよ。イギリス本当はユーロに入るつもりで一番最初にユーロに入る準備をしてたんですけども、ユーロに入るときに実はほとんどの国のお金ってかさ上げしてもらってるんですよ、価値を。で当時まだイギリスの英国領を完全に脱出できてなくて、こんな適当な国でなんでこんなに高い価値を出すんだっていうのをソロスが突いたんですよ。でそのでもそれは理屈で、つまり何かというとどんどん一個人の人間が最終的にね100億ドル突っ込んだんですよ。1兆円売り上げてたんですね。そしたらやっぱりそれをその維持するために、予約を維持するためには同じだけ以上のもっと多くの金額を買わないとイギリス円が潰れちゃうんですよ。でやっぱりそういうことが起きてしまうと やっぱりなんていうのか、為替っておかしくなるっていうことは、それを例えば誰かが今度円でやらない保証はない。で特に中国で当時いなかった中国っていう新しいプレイヤーがいるん で中国今投資先なくて困ってるんですよね。でこれもご存知だと思いますけど、どんどん日本の国債を買ってるんですよ。今100兆円ぐらい多分持ってると思うんですね。そしたら明日突然100兆円の国債持ってこれ全部お金に変えてくれないかって言われたら、多分一気に円って暴落して円安になると思います。だから、リスクはさっきの、インフレより怖いですね。やっぱ世界がつながってしまってるので、なので、聞きやすく円安がいいねっていうのは本当にいいのかっていうのはちょっと怖い話ではありますけど、それに対してはその安倍政権および安倍政権側のエコノミストは、円安で日本企業の輸出になると日本輸出競争力が高まってしまうので、アメリカからの圧力が高まり政治的過程を通じて是正されるはずである、つまりアメリカの圧力で下がるはずだというふうに言ってるっていう、いいのかなこれでって感じしますけどね。アメリカに昔のような強さはなくて、そのアメリカもその財政の崖って言われてて、アメリカの国自身が職員にお金払えないぐらい財政がきつかったりするような、もう今目いっぱいなんですね。なのでさらに実はそのリーマンショックの、処理もまだ終わってないんで、本当は全然終わってないんですよ。だからそういう意味では、そのじゃあそこで日本に救済に行けるだけの余裕があるかどうかって正直わかんないんです。それとやっぱり一番怖い中国っていうプレイヤーをやっぱりあんまりこう軽んじない方がいいのと、ロシアですね。やっぱりロシアが非常に元気で、エネルギーで元気になってきているので、なのでアメリカだけをそういうふうに言うっていうのはどうかなと思いますけど、ね、なるほど。で続いてもう一つ不安ですね、これは実は我が家でもよく夫婦で話しております。金利上昇、住宅ローンどうしようみたいな、上がりますかねやっぱりね。下げるって言ってるんですよね、お金がジャブジャブいったら絶対金利上がるはずだとしか思えないんだけど、そうじゃないって言ってますよね。でも3ヶ月連続で住宅ローンが上がってますよね、連動してるようですね。だから分かるんじゃないですかね。経済ってなんかまあすごいなんていうんですかね、抽象的な言い方するとやっぱり生き物みたいなところがあって、誰かがこう思い通り聞かせようと思うと必ずその手から抜けているみたいです。でそれのいい例がやっぱりリーマンショックだったし、日本のバブルだったんですね。だからバブルの時もあれ、国が緩和し量的緩和っていうのをしてしまったことで一気に不動産が大暴落したんですよね。だから良かれと思って A さんが良かれと思ったことをやって、それが国の政策になって動いた時に、必ずしも市場がそれを良かれと思わないと変な副作用が起きる、まあ、ことが、まあ、実はその金利だけじゃなくていろんなものに影響してくるので、うん、そういう意味ではやっぱりちょっと、まあ、ただもう一つだけ言えるのは、ちょっと判断が早すぎるのもある。判断が早すぎる、だからそんな簡単に今の起きているその乱高下にしても変動にしてももうダメっていうところのスパンではないんですよ、本当はね。もう少し長く見なきゃいけないんですけど、残念ながら長く見るだけの体力が日本経済にはないかもしれないですね。なるほど、分かりました。今こう大体これが今よく言われているアベノミクスとアベノミクスの不安というざっとおさらいをしてみました。ここからは、まあ今日の議論議題になっていくようですね。このアベノミクスの正体、ハゲタカ視線で見るとこれはどうなのかと、大丈夫ですかね。私
熟成ですか。そう振りますか。違いますかね。もうこれは本当私はエコノミストではないので、本当に小説家の独断と偏見で言うとアベノミクス自体はある意味で何の根拠もない博打だった、もっと言うと まやかしだったかもしれない。ただ、一つだけこれだけうまくいった理由っていうのは世界的に経済がずっと停滞しててですね、これはそのグリードを取材してる時もその外資系の投資銀行の人たちによく言われてたのがもう金がマイホームを探してる。それが200経円ぐらいあるんですよ、超の上です、200経で僕のマイホームはどこってずっと探してる。行き先は落ち着きどころですか。でつまりあのリーマンショックってなんかすごいアメリカが大変な目にあったって言いますよ。金は蒸発しないんですよ、金はどっかにあるんです。それ何かというとやばいと思った人が回収してるだけなんですよ、でそこを回収失敗した人といわば反対側に張ってしまった人だけが損をしたんです。例えば、200兆円の金がやっぱよく言われますけどバブルで日本で1000兆円の金が消えたって言われてるんですよ。消えたんじゃないんですよ、1000兆円の金が国内からどっかに行ったとか国の中の誰かが自分のタンスに入れたからなんです。で結局でもそうやってお金が回っていって本当にお金の投資の先がなかったんですよ。で、アメリカはずっと停滞してる。でさらにヨーロッパが逆に言うとヨーロッパがどんどんお金回収したりできたらむしり取ってでも回収してギリシャの次はスペインかもしれないしアイルランドかもしれないしイタリアもダメかもしれないし多分フランスもダメでしょって言われてる時にノーノーと投資なんてしてる場合じゃないんですよ。でもお金持ってる人たちは、自分が預かったお金をもっと増やさないとビジネスにならないんですよね。ってことはどっかで仕掛けないんです。その時に実は政治力で一番マシだったのは日本なんです。ところが日本の金融機関はもうとにかく不良債権の悪夢がずっと脳裏にあるんで投資をしたくないと。で市場もなんとなく停滞した状態で止まってるんですよ。でその時にちょっとなんかいいこう石を投げてくれる人がいないかなと思った時に安倍さんが石を投げたんです。俺たちが景気良くするために国を挙げて金をジャブジャブ外に出して倍にするぞとって言ったわけですよ。でこれはその、若干専門的ですけど流動性っていうのが非常に投資には大事で流動性って何かというとお金が動いていくことなんですね。でさっき言ったその200経円の僕のマイホームを探してる人、そのお金はずっと流動しないで意味がないんですけど投資先がなかったら流動しないんですよ。でそこを流動するっていうのはこういう政府がちょっと手こ入れしてやるぞっていうとお金が割って動く時を見計らって外資が一気に入ってきたんです。でだからよくよく見ると多分ものすごいその今回の株でお金を投資してるのは外資がほとんどだと思うんです。で日本の、機関投資家っていうのは大体、生命保険とか、あと一部その銀行系の投資ファンドもありますしもちろん個人の元外資にいた人たちが外資と同じようにやってる人もいますけど莫大なお金その投資してくるのはやっぱ外国のファンドなんですね。でその人たちが入れるとそもそも東京の市場って停滞してますからガッとお金入れると一気に上がっちゃうんですよ。で結局お金どんどん株価が上がるとお祭りになってくるんでデイトレーダーも個人の人もうわ株が上がったよかった今のうちに行って売りゃいいのに今度はまた握っちゃうんですよ。どん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 株が上がっていてこれはまさに安倍さんのおかげだと。でそれは何かというと民主党のおかげなんですよ。民主党が3年間めちゃくちゃな政治をやってくれたんでだからこれできっと自民党政権やっぱりすごいぞこれは行くぞとみんなが思いますで TPP も参加するぞとか言ってるとこれはきっと日本はまた先進国に戻るよねっていうこのムードが結局はまやかしを一つの大きな成果にしたんです。でポイントは何かというとこのまやかしの間に本物を打てるかどうかなんです。つまり本当にこの国が豊かになるための政策なり経済が動ける何かができてきたらこれは乱高下したってもう困らないのと外資が消えた時には今度は本当に企業は力をつけてますから本当の価値として高くなっていくので恐る恐る買う人たちの株は買っても上がっていくんです。でだからお金を入れたり株を売ったりしても出し入れが激しい分だけ乱高下してるっていうことは実は実体がないものが動いてるんです。でなぜこれが新聞で出ないかなぜこれをエコノミストが言わないかって言ったらアナリストの人は株売ってもらうのが商売なんです。株を買うのも売るのも商売なんですよ。そ彼らが発信してるんです。売買してもらいたい。そうです。だからはっきり言います、新聞社はなぜそんな人たちにコメントを取るのかと。それはただで、証券会社にビジネスさせてあげてる。本当は。だから
からさらにもう一つあるのは、その大体あの私もあんまりよくわからないですけど、新聞でなぜ乱闘議してるかって言ったら、いろんな人がすごい小難しいこと言いますよね。マリカリバランスがどうとか、はいはいはい、アメリカのそのなんとか金利がどうとか、はいはい、それね、後から言えますよ。なんで今日の試合負けたの監督って、いや今日はピッチャーの調子が悪かったんだけど変え時間違ったよねって、だったら変え時ちゃんとやりなさいよっていうのが本来スポーツなんですけど、それは後からのいくらでも言えることを実は毎日毎日言っているところが多分今の現状なんです。だからある意味では、日本の東京株式市場、まあこのこと言うとあの東京株式市場に怒られますけど、カジノだった、だからマカオだったんです。でそろそろ手仕舞いして、プロは手仕舞いして残った人たちはもっと上がると思う、俺って思ってる間に元本までなくなるぐらい下がってしまって、どうしようってなると売れなくなってきて混んじゃってる状態が、さらにこの変な乱高下を作ってるんだと思います。だんだんちょっとハゲタカっぽくなってるんですけど、まやかしっていうのは、まあ、ムード作りという面ではいいですよ。はったりはいいことなんで、いいですよね。いいです、全然いいと思います。はい、うん、でそのムード作りをいいムードにしたら、それをムードがいいくなった時にまた実行的なことをやるべきだということです、ね。うん、そうですね。それをやっていない、結局のところお金をジャブジャブ吸ってって言っているのがあれだけども、だからしそれやりっぱなし、うん、あとはそれを見た外国人の投資家が来てそこで荒らして、その乱高下と、これ本当に大丈夫だったら不安になっちゃうと。だからアベノミクスって言って最初始まった時はいかにも政府がコントロールしているようなことをずっと言ってたんですよ。あの日銀でそういうの非常に前向きな人を総裁にした時もそうですけど、でも今気づくと、なんでこんなことになってるのって、なんでコントロールしないのってことばっかり起きてるわけですよね。これ何かっていうと、コントロールしなかったんですよ、言っただけです。でそれでわーって、その大きなお金を持ってる投資家がその投資していくことによって動いてたんです。だから本当に国がコントロールしてるんだったらこんなこと起きない、ほどほどで止めて、でまあこの辺でだからその下げ止まって止まればいいんじゃないのっていうことを言えばいいですけど、新聞はするといつまでこれ落ちるのかだけ言ってますよね。だからそれは実はもうアウトオブコントロールの状態になってるのかもしれない。下手すると最悪なのは、安倍さんが、自民党政権が選挙で大勝する前より安くなる可能性だって全然あるんですよ。で7月のそうです。だからどうしてかっていうと、それはもっとその昔に紐解くんですけど、その90年代に、89年にバブルが最高潮になって4万円近くまで、4万超えたんでしたっけ、4万円、3万いくらですよね。であれから比べると全然安いんですよ、今の日本の株価。でも、それから一時1万円台を行ったり来たりするようになって景気良くなったってずっと経済の人が言ってますけど、景気良くなったんじゃなくて、あれは規制緩和して外国の投資家バンバン入れたからです。だからあのよくよく各企業の投資家のリストを見てると、ほとんど優良企業は足していくと外資が半分以上いるんですよ。ほとんど外資の投資家が、例えばキャノンとかソニーとかでも、まあ今は知りませんよ、トヨタでも、まあ、トヨタは非常にあの盤石な株主いっぱい持ってますからですけど、あの非常に株が上がるところの株主は外国系の投資家がものすごい多いんですよ。つまり日本のその市場っていうのは常に外資によって維持してきたんですね。だからもし昔のように外国人が出て行ってくれと、日本のその市場は日本の投資家だけでやるんだってなったら、多分またとんでもないか特に落ちるんですよ。ちっちゃいちっぽけなものしか残らないでしょうね。そうですね。でよくそのなんていうのか、こういう国際経済の話をすると、いやジャパンパッシングだとかって、はい、もう何年も10年も15年も前から言ってますけど、もうとっくにジャパンナッシングになってるっていう人もいる。でそのいい例が、投資銀行ですらもうその東京支店がいらないんじゃないかって言われてて、でいろんなミッションがあるんですよ。つまり復興資金をどれだけ分取ってくるかによって東京に残れるか香港に移すか考えろみたいな。だから結局それぐらい実はお金はもう取れないかもしれない。でもし東京からそのなんていうのか、そういう投資銀行の大手が消えていくと、漏れなく市場からのお金が消えていくので、うんうん、そうすると実はどこまで落ちるか分からなくなるんですよ。ってことは日本に投資する価値があるかどうかっていうのをこれから本当に逆に見せないと、この元気になって活性化して動いたっていうことは、上がった分だけもっと下がるかもしれないってことが起きるので、だから実はネタバレを起こしちゃった、起こしていいことがいっぱいあったんですけど、どうもそこから後の次の矢が、まあ3本の矢ってずっと言ってますけど、その矢が
放ってるんですけど、どこに飛んでるか分かんないようなことになってしまっているっていうのが今非常に多分問題になってるんだと思います。つまりそのまだまやかしである、でもまだこれからまだあるぞ、やることはあるぞ、まだチャンスはあるぞと。時間かかりますよね。ですね。でですね、すみません。前山さん、いろいろあのですね、ちょっとここに行く前にあのいろいろ慌てていろんなことやってますよね。新聞を見ますと、あの皆さんも、例えば、ね、これ、はい、昨日の朝日新聞ですけど、薬のネット販売を原則的に解禁すると。でこれが成長戦略の最大のポイントだとおっしゃってるんですよね、総理は昨日。でさらにその一方でもうあの、予算の削減に正規は作らないと、作らないんで生活保護はバンバン切っちゃうし、地方の行政なんかも出さないよ、で頑張るとこしか出さないんでランク付けをすると。で悪いことじゃないんですけど、いきなり出したんですよ。にもかかわらず公共事業はいっぱいあるよって。ってことはそれって政治また選挙のためじゃないのっていうのが、時々弱い人も知りとるけど、そうですね、お金くれる人に対しては結局器づきをするしかないのかなっていう感じがしますよね。でもう一つそのあ、じゃあ僕は弱い人もちゃんと見てるんだぞっていうので、こういうのが出てきたんですよ。これ話題になってますね。あの10年後にこれですよ、あの PK を決めた方じゃなくて、こっちの10年後の所得150万円で、これ、はい、こちらの方にちょっと、はい、10年後に所得150万円増。これすごいいい話これじゃないですか。ちょっと読みましょうかこれ、安倍晋三首相は5日の講演で一人当たりの国民総所得を10年後に150万円以上増やすという目標を打ち出したんですね。これね、昨日の新聞ですね。150万円みんなに くれるわけじゃないですよね、これね。どういうなんですかね。だから普通は給料を上げるってことですよ ね、 多分ね、給料はアップする、うん。で10年後、ここで実はものすごい矛盾があるのは、矛盾じゃないんですけど、まあ多分非常にそれが大変なのは、さっきの 2% で上げるって宣言してましたよね。もしこれが毎年 2% 10年間上げたらどうなるかで、さっきちょっとあそこで計算してたんですよ。で 2% をインフレになるってことは、今年100万円だったものは来年98万円の価値しかなくなるんですよ。つまりインフレになるん で10年間これを繰り返すと80万円しか価値がなくなる。100万円って80万円ですよ。ってことは年収1000万の人は800万円になるんですよ、年収が。価値として150万増やしてもらってもまだダメなんです。これが一つと、もう一つはこの150万円の所得増量って、これ平均値なんですよ。で実はこのアベノミクスで最大の幸せを得たのは金持ちなんです。でなんかそれもこの間新幹線 あのなんかニュースで見たんですけど、あの百貨店でドレスが飛ぶように売れてる。でもなんか高い高級品がバンバン売れる。つまりまさに安倍さん、そうお金持ちの味方、安倍さんのまず真骨頂みたいな。そうですね。でってことは、あのうちですもんね。ってことはさっきの言った年収1000万の人って、まあいい収入ですよね。1000万の人は多分800万にならないんですよ。1000万の人は2000万になるかもしれないし、1億円の人は2億円になるかもしれないんですよ。そしたらもっと上がらなきゃいけないのに、なぜ150万かというと平均値だからです。もしかすると今年収300万の人150万になるかもしれない。その人たちは上がるどころか下がるかもしれない、知れない。だから150万ごとき上げるっていうのは、これだけ金持ちがどんどん収入が増えてるんだったら、もしかしたら、そうじゃない、年収低かった人はもっとひどくなるかもしれない。さっきの例でもそうですけど、100万で生活してる人にとって80万になるってのはとんでもないことなんで、だからそれから言うと、こういうことを喜んで言ってしまうということ自体が、数字だ、10年で150万いい ね、 給料1.5倍、給料これだけ増えたらいいよなと思うんですけど、実はインフレしたい人にとってはこの話はもっとちゃんと説明しなきゃいけない。10年後に150万円、これ、ね、全員に150万円増って一言も言ってませんもんね。明日150万上げるっていうのがいい話です、ね、でもそんなことどこにあるのかって話なんで、これ期待してた方もいると思うんですけどねすいません、それは現実です。今日はですね、あの途中で質疑というか挟ませていただこうかなというふうに思っております。後でまたあの話戻るんですけれども、ここら辺でなんかこうちょっと自分にも素朴な疑問があるんだみたいなような方いたら、どんどん聞いてください。あの
話も途中で遮っても構いませんので、いいですか、ここまでで、ここまでのところで、なんか意見、ご質問、はい、あ、どうぞ。ちょっと、かなり最初の方の話です、はいはい、直接関係するとはちょっと思えないんですけど、はい、原発事故で、はい、牛肉がかなりスタムを出したときに、はい、鶏肉と豚肉のソースが、まあ、それなりにあまり不安がられなかったのが、はい、餌が大体北米から来てる穀物だったんですね。で、そうすると円安に振られたのが、うん、それ瓶とありますよ、うん、もうすごくあるで、どうなるかって予想とか、まず、パンとうどんが上がりましたよね。小麦だからですよね。で、日本って小麦ってほとんど作ってなくて、讃岐うどんなんですけど、讃岐の小麦なんてないんですよ、ほとんど。で、讃岐の人に聞いたら、いや、うちで作ったらまずくてしょうがなくてダメだっていうぐらい小麦って輸入してるんですよね。なので、なぜパンとうどんになったかっていうと、値段が高いからですね。で、飼料は、まあ、ちょっと話はあれですけど、GMO で作ってるのが安いんですよ、まだ。なので、それをしかもまあ、実はね、肉ってそんな1頭分家で買う人はいないので、そんなに跳ね上がらないんですけど、飼料は全部輸入してるので、ほぼ。なので、食費は上がると思います。だから、その、最近ようやくマスコミも、実は円安で上がるものがどんどん出ていて、エネルギーもそうですし、食べ物も多分ほとんど上がると思います。だから、これが続いていくと、どんどんその、お肉の値段も、まあ、野菜とかそういうのは変わらないと思いますけど、そういうものの値段はどんどん上がっていくと思う。地域はね、本当にね、値段が下がって、それが全体いいってされる時もあったんですけどね。何か皆さん、ここまでのところでありませんか。よろしいですか。話じゃあ進めてよろしいですか。じゃあ何をすべきかという話ですね。これは皆さんが アベノミクス、安倍政権を信じていいのか否かという時で一つ目安になるんじゃないかなというふうに思うんです。本来これをやるべきことはこれなのに、これをやってるかどうかというところがムードに合わされずチェックする視点になるんじゃないかということで、事前に前山さんに聞いてみました。3つありました。1つは予算削減、はい、これはどういうことでしょうか。ですね、今、日本の一般会計の予算100兆円あるんですね、はい、で約100兆円ですね。でこの4年間ぐらいで30兆円ぐらい上がったんですよ。で、まあ、別に100兆円の予算あることは悪いことじゃないんですが、実は税収がですね、はい、35兆円ぐらいしかないんですよ。3分の1で、まあ、これよく私は実はちょっと真剣に予算削減の小説書こうかなと思っていてですね、ちょっと勉強し始めてるんですけど、その時の例としてよく言うのがですね、まあ、昨日まで私は年収1000万でしたと。でリストラされて、350万円の年収しかもらえなくなったと。なのにうちの家はずっと1000万で生活しようと思ってんだ父ちゃんはって父ちゃんが言ったとしましょう、うん、そしたら奥さん、あんた何言ってんのと、うん、350万しか稼げないあんたがなんで1000万の生活すんのって誰でも思うんです、はい、なのになぜかその誰でも思うのが1億2000万いる国の国だけはいいんじゃないそれでって言ってるんですね。でもう一つ、実はこれもあんまりそのこの話を財務省の人にすると、いや実は浪費はしてないって。どうしてかっていうと、実は本当に使ってる予算って50兆円ぐらいしかないんですよ。残りの、まあ、40何兆円かは、全部国債の返済金なんです。つまり借金返すのに半分、予算の半分持ってるんですよ。だからそれから言うと、もうよくね言われるのは、その公共事業を削りましょうって、公共事業ってもう10兆円ないんですよ。削るのは実は社会保障費と地方交付税だけなんですね。だから ではあるんですけれども、さっき言いましたけど、年収がないのにその予算を使うっていうのはちょっともありえなくなってだとすると、やっぱりその例えばですね、国家公務員と地方公務員 の,
給与を、何パーセントか下げましたってすごい大騒ぎして言ってるんです、財務省は。で少し改善された。申し訳ないですけど、パーセンテージの問題じゃなくて人数の問題ですね。例えば公務員半分にする、もう地方なんか県 と、市町村は一つにしちゃって、どっちかだけみんなクビしちゃうって、これは極端な話ですよ。でそしたらその後どうするんだっていうのはもちろんあるんですけど、それぐらいの覚悟をしないと実はどん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 膨れていく。で結局、その一時小泉さんの時にですね、借金は30兆円、国債は30兆円ぐらいになってて、ものすごくなんていうのか健全な財政の時代があったんですよ。それはその今50兆円返済とか30兆円ぐらいまで、それをあっという間にこの15年ぐらいで20兆増えちゃったんです。でこんなことしてるとどん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 その国債の金額が増えるのと、さらに社会保障費は高齢者が増えてくるのでどんどん増えているんですね。で、もう一つ怖い実はリスクがあって、年金もそうですけど健康保険組合でほとんど破綻してるんですよ。つまり本来払わなきゃいけないお金をもう健康保険組合がお金として持ってないんです。それ税金で賄ってるところがあるんで、まあ、それも国債も使ってやってるんですけど、だからそういう意味では出費をまず下げるっていう当たり前のことをやらない。でこれはなぜかというと、出費を下げるっていうことは結局は官僚と戦う、で別にその官僚と戦うことを、ね、そのがなんていうのかいけないわけではなくて、当然戦ってもらわなきゃいけないし、もっと言うと官僚もまずいと思ってるんですよ、官僚に個別に聞くと。でも戦います、当たり前です。だって自分たちのそのなんていうのか予算は必要だと言ってずっと言い続けてるわけですから、だからそこをまず戦わないとやっぱり本当は前に進めないのにもかかわらず、すごいこうマネーゲームだけでその増やそうです。 ただしですね、もう一つ重要なのは、もし予算が削減できないんだったら税収を上げるしかないんですよ。でそのこれはちょっとまたエネルギーの話にしますけど、よくねあの原発事故が起きた時にその電力会社を国有化すればいいじゃないか、例えば東京電力って今実質上国有化されてるんですよね、株をほとんど国が持ってる。例えば電力会社を国有化したらあっという間に税収増えるんですよ。だから電気っていうのは問答運用で儲かる仕組みを作ってあるんで、だから、コストは全部、使ってる人に乗っけていい、プラス人件費の利益も全部その上に乗せていいっていう方法を今取ってるんですよね。だから電力会社が国有化になればどんどんジャブジャブ入ってくる。ただしもちろんまたいっぱいあるんですけど、だから実はそうやって収入増やすという方法があるんです。ただしこのものすごい大きな仕組みとさらに莫大な公民の数が増えてくるんで、それどうするのかってあるんですけど、実はそれぐらいダイナミックな政治の改革が減らす側と増やす側にないと、多分小手先のマネーゲームではダメだと思います。100兆50兆が借金、よくやってます。よくやってます。よくやっていってますよね。はい、1です。2、これはね、非常に意外だっていうか、あ、なるほどなと思います。正社員を増やす仕組みを作る。これはどういうことでしょうか。あのこれもアベノミクスの一環として安倍さんがよく言っていることですけど、まず女性の仕事を増やそうと、まあ、その今保育園の問題とかで、待機児童を減らして女性をどんどん仕事させましょうってやってますよね。でさらに、元気なお年寄りがいた方がいいんで定年を65歳にしてくださいとか、あるいは、その定年後もですね、まあ、比較的良い給与でですね、再雇用してくださいと。でもちろん若い人にもっと正社員をその作りましょうって言ってるんですよ。すごいいいことですよね。ただ企業からすると正社員はできるだけ少ない方がいいですよ。今そういうふうにしてますもんね。そうですね。ということは安倍さんはそう言ってますけど、で安倍さんはその最初言ったのは俺たちが言ってんだからきっと企業は増やすよっていうだけなんですよ。でも何の義務もない、だって罰則規定も何もないわけですよね。そしたらどうすればいいのかというと、企業からするといやそんなこと言うんだったら最後で言うんですよ、出ていくって言うんですよ。こんな高い人件費をわざわざ払ってまで日本この国にいてやってんのにっていうのがだんだん出てきてる。でってなると、これはまあある意味で不幸なことしか起きないんですよ。じゃあここはやっぱり政治の出番で何をすればいいかって、これ働き口を増やすしかないんですよ。つまり正社員が少ないと、じゃあそしたら国の制度でもっと働き口を増やしましょうと。そしたらそこにみんなそのこれから再雇用や女性が進出しても、あるいは非正規で働いている人もそこに仕事ができますよねって。でじゃあ問題の中でこれだけだと安倍さんの言ってることはあんま変わらないんですけど、じゃあ何をするか、はい、で一つは結局、まあ、一時景気のいい時にワークシェアリングって言ってたんですよ。つまり一つの仕事をなぜ一人がやるのかと。
で、例えば、朝9時から5時までの課長と5時から12時までの課長をなぜ作らないのかと。実はやってる国もある。あるんですか？オランダとかやってた。今でも一部やってます。で、もちろんその特殊な仕事、ずっと、例えば国川さんみたいな仕事は、編集者の仕事は編集者で自分の時間を決められませんから、それを先生が朝一から翌日の昼までずっと仕事するんだって言ったら起きてなきゃいけない仕事なんで無理ですけど、割とそれによって分担できるようにそのやれる方法もあるんです。でワークシェアリングで一時すごい進もうとした時にリーマンショックが起きたんですよ。で日本はいつもそうですけど CSR にしてもそうですけど、そういう企業がちょっと社会でいいことする時って儲かってる時なんですよ。儲かってる時に無駄な金使って税金を納めるのを減らしたいからいろいろ考えるんですよ。でもう現実問題は今ワークシェアリングやろうと思ってる企業はほとんどない。なぜかというとサービス残業を規制しないからです。またサービス残業という言葉がねすごくクローズアップされてますね。されてますよね。で、結局日本人は働きすぎだってずっと言われてて、世界から比べてもまたすごい労働時間が長くなってるんですよね。にもかかわらずサービス残業してるんですよ。でもう文化ですね、日本にとってサービス残業。でもサービス残業をすることをもっと厳しくダメだと。でこれからもし残業する、今残業って平日だと 1.25 倍給与を払うかなんかですよね。それをじゃあ 400% 払いなさいと、残業したら。でサービス残業をしてるようなところもどんどん摘発すると。でってなった時に、その代わりワークシェアリングして、夜の時間働くんだったら 1.25 倍でもう一人会社作っても構わないっていうようなルールを国がやるようになると、結局は企業としてはもう致し方なく仕事を増やすしかないんですよ。で最終的にこれで何がいいことが起きるかっていうと、年収が上がると物を買うんです。でよくね、その、非正規雇用とかワーキングプアの人を、その正社員の人、はい、あるいはそのある、我々の世代から上ですよね、上はいやー彼らにも問題あるんでしょって、働きたくないとか遊びたいとか夢を追っかけてるとか適当なこと言ってるからこんなことになるでしょって、サラリーマンになりたくないって言ってるんでしょって言ってるんですけど、だんだん言えなくなってきてるのは、実はフリーターの一番初期の人たちが40代になったんですよ。で、10代20代で年収200万ぐらいでなんとかなる、自分が暮らすんだったら。ところが40代になって年収200万だったら、子供学校にやるときにいろんな問題が出てくるだけではなくて、生活保護 その人の数が増えるし、もう一つは税収がもっと減るんですよ。で今のこの税収はまだ正社員である程度の年齢上の人が正社員たくさんいるからです。これが人口の中心の部分にほとんど正社員の人の高い年収の人が減ってくると、国の税収がもっと下がるんですよ。だから正規雇用の問題は別にそのサボってる人の問題ではない。全ての日本の人がもっともっと働く場所を作ってあげないと、結局は税金も入ってこないってことを、その考える未来の目をやっぱりそろそろ政治が持たなきゃいけなくなってきてるのは事実です。正社員を増やさせるためには、政治が増やさせるためにやっぱり税制で得するようにするとか、なんかそういうことですか？税制と規制でしょうね。だから、ワークシェアリングした企業は例えば法人税を 5% 負けてあげますとか、得するとか、あるいはその逆にサービス残業したところに対しては非常に厳しい罰則をしますよっていうことをするしかないでしょう。確かに正社員だと生活が安定して不安がなくなる、だから不安があったらお金使わないですからね。使わないですね。だから今回のアベノミクスでよく批判としてあるのはね、その、例えば年収が上がったとしましょう、これからなんとか何個も収まって、じゃあ例えば年収300万だった人が10% 上がって330万になったとしましょう。でもその人がすぐそのお金使うかって使わないですね。だってまた安くなるかもしれないわけですよ。つまりお金を使うっていうのはもっともっと余裕が出ないとお金は使わないってなってきたら、やっぱり国民全体の年収を上げるっていうことを国が考えないといけない。で本来これは国がやることじゃなくて経済界や企業がやることなんですけど、もうその企業や経済界だとなんであいつたちだけズルしてるのってことになりかねないので、やっぱりもうこれは企業の仕組み、産業政策という形で国がそろそろやらないと、沈んでいく可能性が高いんじゃないかなと私は思っています。これはやっぱり小説のネタになりますよね。だと思います。いいと思いますね。だってちょっと強引ですかね今はね3番目、これね、投資を伸ばす仕組み、
なんか透けて見えるのがなんかちょっとあれなんだけど一枚ずつやってくださいね。投資を伸ばす仕組みを作るっていうのはどういうことでしょうか。そうですね、まあちょっともう少し的確ではないかもしれないですけど、言葉なんですかね。国のお金の使い方を変える。でもう一つは、今実はそのさっき世界中で迷子になっているお金がたくさんあるって言ったんですけど、銀行の預金だけで確かね、いくらだったっけな、100兆円ぐらい、100兆円か200兆円ぐらいあるんですよ、預金で眠ってるのが。で、絶対使わないんですよ、今。じゃあなぜですか。だって使ったら損するってみんな思ってるからなのと、で銀行は今これはご存知かもしれませんけど、今銀行が不良債権をたくさん貯めて公的資金を入れられると当然逮捕されるんですよ。当然役員逮捕されるんですよ。だから何するかっていうと、例えば住宅ローンが3ヶ月滞ったら没収です、家を。不良債権がもう3ヶ月分その溜まっちゃうと不良債権を転売しちゃうんですよね。だからそれぐらい実は不良債権のパーセンテージを減らそうとしてるんです。でこれは何かというと、ものすごく内向きで、お金がある人にだけしかお金を貸さない、お金ある企業しかお金を貸さない、である企業はなんで金借りなきゃいけないのかっていうわけですね。で結果的に投資先がないので、それで金融に行くんです。つまり債券買ったり、他の国の国債買ったり、もっと危ないその仕組み債みたいな、まあ、いわゆるソフトウェアローンなんかもそうですけど、ものを買うんですね。で結局その仕組みが実はその国のお金を動かさないってことは、逆に今度は何かで投資、銀行が頑張って投資したことに関しては国を応援してあげましょうと、ちゃんとその審査をして OK だったら、もしそれで、何らかのマイナスがあったときはその減った分だけ国が支援してあげてもいいと。でこれから国 の, その予算の使い方をしてバックアップする方に回った方がいいと思うんです。でこうつまり公共事業で橋作るのを国が出すのではないと、企業が橋を作って何なら通行料取ってもいいと、その代わりその橋を作ってくれたら国民や地域の人がプラスになるんだから、その分に関しては国が安い値段で貸してあげよう、あるいは、ある部分の失敗に関しては国が持ってあげよう。これ実は ODA よくやってるんですよ。 ODA でお金貸すときに、ああ作りますよね、ODA でお金貸すときに、そもそも例えばどこかの A という国がお金がいるんだけど無理だったらいいよ、貸してあげるよ、あるいは、金だけ例えば、日本から企業を進出するときに、後ろから応援するときに、そのいわゆるもし損失したりとか、あとローンの金額が100年とか平気でどっかの国に言ってきたりすると、こんなお金もう全然儲からないから困った時に、じゃあそのローン の, その利子で欲しい分だけ国を補填するみたいな仕組みがあるんですね。それを国内でやっていくと、つまり今までだと例えば、1兆円お金を使おうとすると1兆円のそのものしかお金が使えないんです。ところがそれを全体の 10% そうやってフォローしていきましょうって決めたら、実はそのなんか10倍、10兆円分の投資ができるようになるんです。でもちろん全部 OK なわけじゃないんですけども、だからいつもいつもお金をなんていうの、自分で国が払わなきゃいけないっていう発想を変えた方がいい。だから民間、そうすると民間がどん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 動いてくるのと、さらにさっき言った銀行が、じゃあ国がそうやってバックアップしてくれるんだったら、そのあそこの橋の建設、我々もローンを貸しますってことになるんですよ。だから結局大事なことは、そうやってお金を、中の生きてるお金をどうやって使うかっていうのがすごい大事なんです。だからその、アベノミクスで一番そのやらなきゃいけなかったことはそこなんです。つまり何かお金が動いてわーって、その金融がそのお祭りになるだけじゃなくて、そこによって生活や産業や地域がお金が動いてもっともっと幸せになる社会ができるようになるねっていう、そのスタートを切るべきだった。そのためには何かって最初の第一歩がものすごい重要なんで、それはハードルを下げるために、じゃあ国がその規制を全部取っ払うのではなくて、それなりに厳しい規制はするけど、それをクリアしたら貸してあげましょうっていう仕組みを作るような発想しなきゃいけないんですけど、残念ですけどどうも今のところそういうのがないで、だからそれは例えば復興とかの時にやっぱり提案してるんですよ、貸しとかやればいいって、そしたらお金出すって、でだからそのあんまり知られてないんですけど、復興はもう外資系はもうバンバン金かすってったんですよ。ちゃんともちろんもちろん利子は取るんですよ、どうしてかというと復興って誰にかすんですか。だから結局その例えば国がある程度予算出しますよね。で例えばここなんとかトラップにしましょうと、で大きなショッピングセンターも作りましょうと、そしたらショッピングセンターにするための土地代を国が整地してあげますよ、で誘致のいくらかの応援もしてあげましょう、
まあ、税金安くするとか、税金安くする権利に対する補填を国がしてあげましょう。でもそこから先、進出する企業に関しては自分たちで何とかしなきゃいけないわけです。その企業に融資するっていうんですよ。とか発電所を作るならもういくらでも作ってる、いくらでも応援するから。で最近はなんか多いのがゴルフ場が全然ダメになってきてて、ゴルフ場に太陽光パネルをぶわーっと敷いてるんですよ。で結局今下手したら多分ゴルフ場100万円くらい多分買えると思うんで、そしたらそこにバーってパネル引いて、で彼らは融資するんです。賢いんでプレイヤーにならない。でその分 10% こうやって電気いくらでも当年買ってくれるんだから買ってもらってって言ってビジネスをするっていうようなことを会社はいくらでもやろうとしてるんですけど、その方法を国がもう少し上手に考えてやらなきゃいけない。ただまあ官僚にそのあれは無理なので、そこはやっぱり民間の知恵を使いながら、知恵ですよね、想像どうやってやる、ね、そうだからね、これだけお金がなくなってきたら知恵使うしかないんだ。それはね、日本の一番得意とするところだと思うんですよね、本当。もうそういう知恵をね、発揮し、どういう知恵を発揮すべきかっていうことをぜひ小説の形で書かれたらいいかは。鷲津が日本の総理かなんかになって、でもうなんかとりあえず今みたいな、ね、なるほどねみたいなね、ね、話はね。でもまあそうですね、ちょっとありえないでしょうね、きっとね。ただ、今のような話をなぜ私がするかというと、これを例えば今こうやって申し上げても専門家がありませんので、何勝手なこと言ってんだってなるんですけど、小説の世界だとそれを一つずつその潰していくというか、その対症療法的に、じゃあこういう環境になればこういうことができるんじゃないのってことがやれるので、実は今申し上げたことは日々私が小説で何ができるかなっていう考えている入り口みたいなもので、もしそれを今言ったそのアベノミクスを成功させる小説を書こうとすると、多分こういうようなことを考えたらできるだろうなって。自民党が10億円ぐらい私くれたらいくらでもやりますからね。10億円くれたら書かなくてもいいんじゃないですか、ね、そうですね。じゃあ1億円ぐらいで、はい、1億円ここでグリードであります、もう今非常にグリードが生まれる木が熟してるんじゃないですかね。今やでも呼びたいですよね、久しぶりにね、ハゲタカ、皆さんこういう時代になってくると営業モードになりましたね。で久しぶりですもんね、高台市の営業モード、声も変えてますよ、ちょっと変えてきたんです。さて真山さん、今まさにグリードが読まれるべき時に来ているのではないですか。皆さん知っている方もいると思いますが、新作の話をしましょうということで、グリードとアベノミクスを関連付けながら話を続けるてってってシナリオを書いてみました。自分で書いてみました。書きました。でグリードはとが今の時代に何かこう皆さんの心に残すとしたら、どういうところ、どういう小説、どういう心、今とリンクする小説だと作者であられる真山さん考えておられますか。はい、週刊ダイヤモンドで連載を今しています。本当は1年で終わるはずだったんですが、今78回とかだと思いますけど、もうすぐ終わる、と思います。で、多分残りいつ本が出るかとか後でおっしゃると思うので、私は、今の質問にお答えすると、グリードは何をやってるかというと、実はリーマンショックの頃にの、和室なんです。で、まあ、これは最初にハゲタカを書いた時に意識してなかったんですが、実はハゲタカっていう小説はずっと、お読みになられた方はお分かりだと思いますけど、何年何月何日っていうずっと書いて物語が動いていってるんですよね。で気がつくと実は歴史小説になってしまっていて、で歴史に縛られてしまってるんですよ。で、レッドゾーンというハゲタカの3作目がですね、2008年の、まあ、最後の節だけ10月なんですけど、7月で終わるんです。でそこから先は次リーマンショックを私は飛ばそうか書こうかを考えるためにそこで止めたんです。でやっぱり今のその世の中を見ててリーマンショックをああいう小説を書いてて飛ばすっていうのはありえないなと思って、それでグリードはそのリーマンショックをちゃんと取り上げようと思いました。で、リーマンショックっていうふうに今言われてますけど、実はサブプライムローンショックなんですね。サブプライムローンっていうのを簡単に言うと、まあ、プライムっていうのは、まあ、アメリカで言うと、まあ、最高級素晴らしい、つまりプライムローンっていうのは絶対この人にお金に関してはきっちりローンを返済してくれるみたいな、そういう意味なんですけど、これサブをつけたところが、
まあ、アメリカの金融のずるいところで、ちょっと生活大変な人でもローン貸しちゃおうかなっていうのをなぜかサボってないんですけど、でじゃあちょっと生活が大変な人ってどういう人って、いや3年失業してる人とかで、ほとんどこの間までトレーラーで暮らしてる人とか、そういう人なんですよ。でなんでその人たちを変えるのっていうと、これは私も知らなかったんですけど、アメリカを2008年ぐらいまではですね、アメリカの、土地代はあんまり、日本と違って高くならないんですけど、建物がですね買った時より翌年が高くなるんですよ。ありえないんですけど、信じられないんですけど、結構下がりますもんね、上物はね、普通で。でそうすると、例えば私が2000万円で新品の家を買ったけど、年収、まあ、例えば1000ドルだと、でいやローン組んであげますよって言われて組んでくれるんですよ。で3ヶ月ぐらい頑張ったんだけど、ローン払えません、あいいですよって言ってくださいって言ったら、さっきその持っていたお金より高いお金が入ってくるんです。なのでどんどん貸すんですよ。でどんどん貸してて、どんどん貸しすぎて、家をバンバン作ったんですけど、だんだんおかしくないかこれって言い始めたんです。おかしいですよね。でそれで実は弾けたんですけど、バブルが。でそれが良かったんですけど、そこをですねさらに金融工学を使ってですね、そのローンをですね、まあ結局ローンって例えば住宅ローンって40年とか50年じゃないですか、日本でも。でそれぐらいやるんですけど、貸してる側は今欲しいんですよ。例えば、1000万円貸したら今1000万円欲しい。そしたら分かった、あなた2000万円代わりにあげるよと。でもこのリスクを、この人返さない確率高いのはどうしようかって言った時に、これ証券化していったんです。つまり1000万円は分かりやすく言うと、1000万円を1万円ずつ証券していくんですよ。でこの証券を1000と言われる、そうです、そうです。でその証券をこのコップの中に入れるんです。でさらに確実にお金を返してくれる人のローンもここの中に入れるんです。でこれでギュッて一つの塊にして、サブプライムローン債って、サブプライムローン債って言わないんですけど、 CDO 債っていう、 CDO っていう別のその証券にして売るんです。でただし危ないものも入ってるんで、もっと安全な債券よりちょっとだけ利回りがいいんです、まあ、例えば普通なら 1% の 3% 上げようと。でこれは最初のうちそれで回してたらよかったんですけど、めちゃくちゃ売れたんですよ。これもうアメリカも全然成長するものがなくなってしまってて、そしたらこう知恵の働く人がして、きっとこれ利回り上げたらもっと売れるぜって、そしたら今度はもうお金ない人に家を売り始めたんです。でバンバンローン作ってローンの利回り上げるんです。これリスクが高くなるとローンが上がっていくんです。利回りが上がっていくんです。でそれがどうも一体いくらかよくわからないんですけど、おそらく何千兆円ぐらいのローンを組んでるんですよね、アメリカで。それを世界中に証券売っちゃったんです。で恐ろしいのは、自分で持ってる証券は誰のローンかわかんないんです。でどんどんそうやって3ヶ月で家を追い出される人が出てきて、最初はもっとそれをちゃんと中古で買える人がいたんですけど、買える人がいなくなってきたんです。で空き家ばっかりになっちゃって、全部実は破綻してしまってるんですよ。でそれが起きたんですけど、本来こんな高いことは起きない。で なぜかというと、これはもう一番当たり前ですけど、お金貸す人に、例えば国内さんから私お金借りる時に、私必ず来月100万円入ってるから10万円貸してって言ったら貸してくれますよね。1000万円貸してって言ったら、いやあなた100万円しかお金入ってこないのに、なんで1000万円貸してって言うのっていうのが普通じゃないですか。でここはちゃんとルールがあって規制はしてるんですよ。ところが、それがそういう規制を、実はアメリカが、国が沈むぞって、こんな規制ばっかりしてたらって、だから規制を外しましょうって言い出したんです。で政府は実はその世界恐慌で世界中に迷惑をかけたので、アメリカはものすごく金融に関して厳しいルールをたくさん持ってたんですよ。それを本当に一つ一つ潰していったんですね、約5、6年で、まあ10年ぐらいか。だから FRB の議長も、アメリカの連邦、議会の議長も、財務長官も、それから、ニューヨークの連銀の総裁もみんなグルになって、どんどん外していったんです。つまり、ね、SEC っていう証券と証券監視委員会も、今までは許さないものを全部規制を外していったんですよ。で何が起きたか、完全自由な市場になってしまって暴走し始めたんです。やりたい放題、やりたい放題。でグリードって強欲って意味なんですけど、前も説明、ここで説明したことありますけど、ウォール街っていう映画で、マーケル・ダグラスがグリードイズグッドだとっていう話をずっとしてて、でアメリカ人本当にそれ言うんですね、取材に行った時も。だから欲望こそがアメリカンドリームだって。で欲望がなくなればこの国は沈むんだっていうのをずっとそのなんていうのか喧伝してたんです。でそうやって規制をずっと外してしまった結果、何か起きた時にブレーキが効かなくなって暴走してるんです。でさっきアメリカはまだリーマンショックが立ち直れてないって、何かというと、サブプライムローンにさまだ払ってる人がいっぱいいるんですよ。
多分まだ半分ぐらいの人がローン払ってるんです。ところがさっき言ったみたいに明日仕事がないかもしれない人がお金払ってるんで、あと30年間ぐらいはまだ多分何百兆円っていうお金が破綻する可能性があるんですよ。それは世界中のみんなが持ってるんです。みんなが持ってる最近で自分のがいつ破綻するか誰も分かんないんですよ。第二次とか来そうだね。で今の話がなぜアベノミクスにつながるかっていうと、実はアベノミクスでいろんなその国債だけじゃなくて金融商品を買うって言い出したんですよ。例えばリートって言って、はいはい、不動産の証券を買う、はいはい、うん、で不動産の証券って、まあ、さっきと同じ仕組みでそれが単に不動産っていうだけです。で不動産の証券って、土地の不動産を買うんじゃなくて、あの家賃収入のある不動産をの、リスクをみんなで分けましょう。その代わり家賃収入が入ってくるんで、そのうちのいくらかの利回りをみんなで分け合いましょうねっていうバラ色の証券って言われて日本でも売り出したんですけど、必ずしも全部成功してるわけじゃないんですよ。それを国の税金使って買おうとしてるんですね。これあの前はその昔はそういうのはその安全な投資しかしなかったのに、なんでそんな、そもそも日銀は投資じゃダメなんで、それをその国債をとりあえず買うとこまでで止めてたことを民間のその、債券を買い始めたんですね。でね、その理由は何かというと、格付け機関って聞いたことありますよね。あの S&P とか、ムーディーズとか、で実はそのサブプライムローンの時に全部トリプル A だったんです、破綻した債券が。なんでかというと、トリプル A をつけている、サブプライムローンを審査している S&P もムーディーズもみんなお金は作ったところからもらったんです。つまり審査してくださいってお金持っていってトリプル A ですよねもちろんって言ってお金払ってトリプル A をもらっていたっていう、実は信じられないことをやってて、でものすごく国で問題になったんですけど、そしたら彼は何て言ったかというと、これは意見だ、だから知らない、そもそも投資は失敗するもんだろうって。でもこの間ついに、今の大統領が、アメリカの大統領が、格付け機関を訴えたんですけど、あなたたちおかしいと。でも多分法律的にカテゴリーが分からない、そういうルールがない。で日本も同じことをやってる、多分リートでトリプル A だけをあの買うんだって言ってるんだと思うんですけど、そんなもんなんですよ。で多分その今そのようやく元へ戻しますけど、アベノミクスで最初の調子があったものがこうダメになっていくと焦りますよね。特に安倍さんお腹痛くなるからすぐ焦ると思うんですよ。そしたら焦った時にどうするかっていうと、だんだん危ないものに手を出していく、人間のこの差がなんですね。そうすると何やろうと規制外すんです。で実はアベノミクスの中の重要な要素として規制緩和ってずっとやってるんですよ。で規制緩和って大事な要素になって、その手続きばっかりやって結果的にはそれでものすごい無駄があるものもあるんです。ところが今言ったみたいに、こういうそのなんていうのか欲望を止めるためにはちゃんとこういう法律的な規制をかけましょうね。例えばサービス残業はダメですよってのもそうですよ、ね、だからそういうルールも全部外しましょうってなってしまうと、結局欲望が暴走し始めるようになるんです。でよくね、その歴史がものを学びましょうって言うんですけど、こんな最近アメリカで起きた実は歴史を今日本は辿ろうとしてるんです。だからそれはなぜかというと火をつけてしまったんですよ、金融で儲かる。で間違ってない俺たちは、これ政治も絡んでますから選挙も勝たなきゃいけない。そうするとどん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 規制緩和してどん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 景気を作っていくんですよ。でリーマンショックの時もそうですけど、借りてはいけない人にローンを押し付けて貸した人たちをウェルカムだと言ったその国の体制が最終的に大きな付けを払ったことが下手すると日本で起きるんですよ。だからこれは本当に偶然なんですよ。グリード書いた時は単に今のヨーロッパの危機が何で起きたのかっていうのは多分これで分かるだろうなって思ってたぐらいなんですけども、結果的にもしかすると日本がこれからたどるその未来図がアメリカのリーマンショックをこう見ていくことで分かるかもしれない。ただあのハゲタカなんで和室は、そういうなんていうんですか、金融の話を別にするわけではない。彼はもちろんそこの中で会社を買うんですけど、ただそこの中でずっとあるのは一体この欲望って何なんだっていう、そういうことに関して言うと、このアベノミクスで株売り返すの楽しいっていうこの高揚感をみんなが思い出しちゃったっていうのは、思い出しましたね。実はやっぱりこれから気をつけなきゃいけないことが起きる可能性はあると思う。今日はあのグリード発売前カウントダウントークイベントなんです。まだ連載してますけど、カウントダウントークイベントなんですね。そうですね、もうカウントダウンが始まりました。今6月です。
8月に参院選、はい、で何が起こるか、そして夏が過ぎだこれを、いやいや、それはないでしょですか大体皆さんにあのですかね、またこれまた再びカウントダウンをここでやることになると思うんですけども、はい、あとカウントダウンを1回ぐらいやって、その次はもう皆様にご紹介できる感じですかね。これで、はいって言うと、私はこう約束したことになるんですけど、そうだといいなというふうに思っております。寒くなるまでに、寒くなるまでに、はい、はい、と思ってます、はい、頑張ります、はい、という感じで、今日は頑張ってアベノミクスやってみました、まだ本当にわからないものではありますが、まやかしだけで終わるのか否かということをこれから私も見極めていきたいと思っております。皆さん、なんか先ほどあの質問一つお一方いただきましたけど、今どうですか、ここまで来まして、前山さんの近況でもいいんですけども、ご質問とかもしあられましたらどうぞ言ってください。はい、どうぞ。楽しいお話ありがとうございました。ですね、今書店に並んでいるダイヤモンドで、鷲津が結局アメリカ側に、宣戦布告しちゃったのかなと私は思っていて、はいはい、これから、はい、まあ、実際に主催エンドマークにつくまで、どんな風に、持っていくのかなってすごくワクワクしているのと、これを今、まだ多分お書きになっていらっしゃる真っ最中かなと思うんですが、はい、今後ですね、まあ、あと多分半年ぐらいはダイヤモンド買うのかなってちょっと思ってるんですけどその辺の見込みですかね、お聞かせいただければなって。あと、いつまで続くかですね。半年続いたら本間に合いませんよね。言ってるよな、それ。彼、単行本担当なんですよ。上下巻になりそうですかね。上下巻になるでしょう。まあ、確実に。初めての単行本の上中下とかにならないと、それに質修正とか結構あるかなと私たちと質修正は多分削る方向に行くと思うので、ちょっと前半もたついてるところもあるので、増えること、上中下巻に多分ならないと思います。ね、はい。上中下巻って中がないと思っちゃったりするかというね。え、本当ですか。いや、そうなんですよ。そんな人いるんですか。いや、本当に。いるんですか。だってですよね、中買い忘れる人いますもんね。じゃあちゃんとほら表紙を上中下巻に並べないと分かんないようにね、するとか。グーディーとか。すごい負けですよね。もう史上最高の大きなタイトル文字になりますですね。前山先生、よろしければ、はい、まあ、ちょっと余談なんですけれども、はい、4年前のですね、今日に、2009年の6月6日に、映画のハゲタカ公開記念日。あ、そうなんですね、素晴らしい。私自身はちょっと思って、ワクワクしながら参りまして、はい、公開記念ということで、はいはい、今だから言える、映画化もしくはのドラマ化に関しての秘話中の秘話っていうのをお聞かせいただけないかなと思って駆けつけてまいりました。よろしくお願いします。まあね、プロデューサーの方でアマちゃん作ってるらしいですよ。あ、そうそう、それ別に言い間違いがないからね。そうじゃないか。あ、じゃあですね、言ったことあるかもしれないんですけど、NHK のハゲタカが、ドラマになったんですけど、実はあれドラマ化するために条件があったんです。で、あれハゲタカが出た単行本で出た時に、NHK の方がいらっしゃって、非常に興味を持っていて、まだ確約はできないんだけどもドラマ化を考えているんだと。ただ一つだけ条件があるって言われたんですよ。で、何ですか。もう一本書かないとダメだ。実はバイアウトっていうタイトルの小説がハゲタカ2で文庫に出てますけど、大急ぎでもちろん準備はしてたんですけど、バイアウトは、なんとか NHK でドラマにしなきゃって思ったんで、まあ、ってことにしてくださいって書きました。なので、まあ、もうここは言っちゃいますけど、今までこんなことは他の小説はもうその後ないんですけど、ハゲタカ2のバイアウトだけは、中身のプロットの打ち合わせを NHK の人にしました。ただ全然使ってくれなくて切れそうになりましたけどまあそれはいいんですけど、はい、なのでいいですかね、それぐらいで。はい、多分あんまり飲んでる時はよくしてますけど、2009年の
月6日公開日だったんですか。そういう気がしますね。それは絶対そうでしょう、うん、そうおっしゃるんだから。なるほどね、懐かしいですね。もうあれから4年ですね。その日にカウントダウンが始まるというね、素晴らしい。次の予約はどうなるのとか聞かれたらどうしようかと思ったんですけど、はい、それは まだ全然ないですからね。フリードは結構面白いんじゃないですかね。ですね、はい、ってことでした。はい、よろしいですか。はい、他に何でも答えられる範囲が。司会者です。司会者。皆さんいかがですか。あ、どうぞどうぞ。佐々さん、貴重なお話ありがとうございました。先ほどワークシェアリングの話があったと思うんですけれども、ワークシェアリングももしかしたらその安い中国とかベトナムとかミャンマーの人に仕事を取られていくんじゃないかっていう。思ってるんですけれども、その辺って例えばその政治としてできることとか企業としてできることって何かあるんでしょうか。現状で言うと日本はまだ外国人が働きやすい環境ないですよね。外国人労働法厳しくて、決められた職業以外外国人の人は働けない状態になってる、まあ、アルバイトしてるとか研修生の場合もあって、だから、そういう意味ではそのなんていうのか、まずこれは実は非常にこのまだここの規制を開けろってすごい外国から言われてるんですけど、まあ例えば相手としてもやっぱりそのうーん今のこの長い間やっぱりずっと連綿と日本人の同じ言語で同じ価値観でこうできてきた社会の中で、急に大量に外国人の人が日本人と同じ仕事をする中に入っていくってちょっとまだ難しいと思うんですよね。だからいずれそれは考えなきゃいけないことなのと、多分その実はだからこそワークシェアリングが必要だと私は思っていて、おそらく最初の壁は介護から入ってくると思うんですよね。今入ってきてますよね、介護がどんどん。で結局介護とか、まあ、あと多分工場とかになってくると、まあ、ある意味で喋らなくて、介護はもちろん喋らなきゃいけないんですけども、なかなか若い人になり手がないと。で多分なり手のないところからどんどん人が入っていくので、そうするとますます日本人の働き口がなくなってくるので、じゃあなかなかそういうところに入りにくいところだけはその働き口を増やす。もう一つはやっぱり日本人の人がやっぱ外国に出ていく時が多分そろそろ来るのかなっていうのも思いますけど、だから外国人の人が日本の職を奪うっていうのはどうも日本は相当その法律を変えても時間がかかる気はしますけど。いいですか。はい、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。お時間もあるんですが、よろしゅうございますか。今日本当カウントダウンというのはシャレではございませんで、いよいよカウントダウンが始まったということで、始めさせていただきました。ちょっと私はもう勉強不足で拙いものがあるんですけれども、またこの場で、次夏どうなってるのか、またリアルタイムで皆さんが今起こっていることを知ることができるような場になればいいなというふうに思っております。真山さん、最後に一言皆様に何かメッセージあ、はい、お願いいたします。そうですね、こんなにタイムラグを開けてハゲタカを書くつもりはなかったんですが、結果的に2009年からですから、もう4年間が空いて、まあ、これはちょっと若干こぼれ話ですけど、ちょっと和室の書き方が分からなくなってた時期があって、ずっと。で、そういう意味で、やっぱりあんまりタイムラグを空けると、すごいしんどいなっていうのをすごい実感として感じてたんですけど、今はすごく楽しく書いてるんですが、だから、さっきちょっと申しましたけど、季節して、ハゲタカっていう小説が、21世紀の終わりから21世紀にかけてのこうなんか歴史を刻むようになってきているので、そういう意味ではすごくまあライフワークで少し前のことを振り返られるようなものが書いていければいいのかなっていうふうに思ってますが、ただし勉強のために読んでいただく小説を書きたいとは全く思ってないので、やっぱりハゲタカはそんなことまでやるのかっていう、だから例えば和室が FBI に逮捕されかけたりとかですね、アメリカって国全体にものすごい圧力かけられたりとかですね、そういうそのある意味でその何でしょう、小説だからできるもうギリギリの その
何でしょう、派手なことをやりつつ、少しちゃんと経済の仕組みみたいなこととか人間の欲望で怖いねみたいなことがやれるようになればいいなっていうふうに思ってますので、連載を気にしないでどんどん今書き進んでるんで最後まで。なので、ぜひお楽しみにしてください。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。